ミカミカミカミ。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。パパポン探してね。皆さんごきげんよう。カミ。今日は。はい、今日は。カミ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 。はい、今日はねカニをいただきます。今まずはね焼いているのをちょっと見てもらいましょう。はい、焼きガニです。エビガニいくつでおろっちゃおう。ララララ。はい、こんな感じでね、カニを焼いているんですが、ただ食べるだけじゃなく、姫ちゃんと奥の目の前にある星のカービィ、くるっとポン。これはね、サイコロを振って、なんか回すんだっけ、大砲を。そう。そしたらカービィがポーンと出るから、ポーンと出た人からカニを食べていきます。はい。出ない人は死刑。食べられません。食べられずに細細になる。これサイコロあるんだけど1から3あって、星はあの何でも選べる。星1回2回3回そう。めっちゃいい香りするんだけど早く食べたい。まずサイコロ振ってください。うん、オープン、オープンから。いいよいいよ、ちびっこい順ね。3 3 3。あ、あ、いいんじゃない。こカービィこっちカニの方来ないよね。押し込むギュンって押す。あ、なるほどね。これ2回、例えば2回回したら、グインって。1。1回。で、1回回して、グン。おぉ、これ全部で何周あるの？何周とかないか。うん。いや、ちょちょちょ、バババババババ。渡す、渡す。じゃあ、フォアの上やった。あ、ありがとう。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 よし。じゃあ、当てればいいんでしょ。うん。あ、あ、危ない危ない。お箸で取っていいよ、ペッて。中入ったら、熱いから。1、2、3、ほい。全然出ない。私が出します。2、ジュクジュクいってんじゃん。おい、おい、チチ、おい、ラブ。なんか順番うわいよ。あ、これいいなぁ。でっかいね、でっかいねいったぞ。でかいです、狙ってたんだよね、私。うわ、狙ってた。オークスでかいですね。やりくえ。あ、じゃあ、プロンって食べてください、食べてください。いただきます。うわ、うまそう。熱いじゃん、熱いよ。うーわ顔。うわ、これ反則。まつげ長。ちゃんぽくん食べてていいからね。パパのことは気にせず食べてていいからね。パパのことは気にせず食べてていいからね。いえいえ、食べて食べて。熱いでしょ、パパ。ちなみに髪の毛切りました。はい、パパも切りました。私切ってないです。あの、パパ持っといて、持っといてあげる。やめて。熱い熱い。パパ持っといてあげるから。いや、全然それ取ってる。ハサミは1個はダメだけど、も熱い熱い。おいしいの？うん、マジか。いいな。外で食べる焼きガニはどうですか？うまい。人生初。やっといたら？確かに。まず私がやってあげる。おお、10。うんうん、お願いお願い。パパ。うわ、めっちゃうまそう。私。パパ。あ、パパ、ダメ。やったあれ、ちょっと待って、今のやった。え、カニカニエビカニいくつで踊っちゃおう。今のなんかおかしかった、気のせいかな。踊っちゃおう。あ、じゃあ食べてください。熱いよ、美味しいの。うまい、うまい。はい、じゃあじゃあちょっとね、ちょっと失礼。はいはい、これ綺麗なの。いただきます。ちょっと食べてもないか、食べてもないか。美味しい。あ、うまっ、うまっ、うまっ。なんかカスみたいなとこ食べたらめっちゃうまい。パパのもやっといて。パパの頼むよ。これカス、ここの筋についてる。パパ、俺。パパ、おいしい。俺。パパ、高いエビおいしい。俺。エビじゃない、パニコ。おかしい、おかしい、おかしい、おかしい。すごい。何これ。え、密封されておる。いや、今、俺、やばい、めっちゃ美味しいんだけど、これ。いや、俺すごい味付いてる。こう見て、密封されてある。行きましょう。いや、俺、今のなんかおかしくなかった？パパ、そのまま押して、俺、勝ち。パパ、え、パパの回してなくないか？え、ちゃんとカチってやってたじゃん。やってたけど、あれ今の OK か、今ので。うん、
大丈夫だよ。じゃあ、ひめちゃんやってみて、パパのターン。ひめちゃんのパパ。あ、早く食べたい、パパも。食べたい。どうやって？いくよ。うん。パパ。うん。私。おー、来たー！ちょっと、一個ぐらい食べていい？ダメ。ルールだから。あー。うまいの、うまいの。めっちゃうまいの。めっちゃ食べたい。この、冬に外で焼きガニってめっちゃ贅沢。いっぱいついてるじゃん、これいいの？え、これ姫ちゃん食べるやつ？そう。おー、ね、まだ食べる、焼き鳥かも。ちょ、うまそう、うまそう。私の顔の大きさと比べたらこんな感じ。いいね。うん、うん、で、剣剣どう？おいしい。やばいやばい、めっちゃおいしい。食べたい食べたい食べたい。このね、外ね、寒い中ね、あったかいカニ食べるの最高です。すごい、めっちゃ湯気が、うまそう。熱い熱い。 うわ、よだれめっちゃ出てくるんだけど。めっちゃおいしい。おいしい。パパ食べたい。ダメ。もう頼む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 。めちゃめちゃ大きい。うわ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 、うーわうーわ、めっちゃ美味しい。甘いね、なんか甘いの。うん、うわ、これタラバガニです。うん、うん、あ、パパいいこと、いや、あのちょっとパパ、あの用事用事あるから、ちょっとすぐ戻ってくるからね。焼き感覚だね、これね。焼きガニめっちゃいいやつ、最高だね。あかいです。今、カニを食べているんですが、このままだとパパ食べられずに、すべてのカニを姫ちゃんと奥君に食べられると思います。いいこと思いつきました。この後ろでね、姫ちゃん奥君ね、カニのバーベキューしてるの。あ、いいね、そこ焼いてるんだ。うわぁ、今のパパの声？姫ちゃん、ちょっとこっち来て。痛い痛い痛い、助けて助けて、こっちこっち、助けて、こっち来て、こっち来て、よしよし、来て来て、この隙にパパ向こう行ってカニ食べるからね。よし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 。パパ大丈夫？なに？パパ？あれ？あれ？あれ？パパいない。これまでカニ食べない。ちょっと！パパ、カニ食べてる！ちょっと！俺も食べたい、俺も食べたい、俺も食べたい、ちょっとちょっと、え、くそ、コーヒーにさ、買ってないじゃん。くっそ、ちょっとパパのやつもやってよ。パパと奥んでやってやって。いいよ、パパのやつ回して。じゃあ俺ね。うん、パパ、俺、パパ、俺、パパ、ポーンって出たらいいんだよね。あら、これ俺、え、パパ俺って言って、パパってもう一回やってない？いや、パパの方回して。俺え、俺しか言ってない気が。ちょっと、ちょっと俺食いたい、めっちゃお腹減ってる。俺湯気出てるし。俺オッケー。はい、俺が。俺しか言って。美味しい。美味しいね、奥くん。カニ最高。くそ、作戦バレました。食べられてません、まだ。
に。もう一回こっちにおびき寄せます。ちょっとちょっとちょっと痛い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 助けて助けて。何？足が痛い。足が大丈夫？うわうわうそだこれ。またさ、そうやって私たちが向こう行ってる間にフマはこっちにカニ食べ渡すれない。そうそうそう。じゃあ無視したか。来ない来ない。カニ美味しい。そう来ないぞ来ないぞ。よしよしよし。じゃあこうなったら、あの姫ちゃんのお気に入りのチーカワ、これをね、呼んだだけじゃ来ないから、で食べるふりしてたらコラーって絶対こっちに来るから、その間に向こうへ行ってカニをいただきます。カニいっぱい食べれて幸せだね。うわー助けて助けて助けて。あ、これ私の私のチーカワ返して。俺のよしよし、さすがにね、人形ではおびき寄せることができました。よし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 、今よしよしよし。熱々ちょっと来て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 、頼むダメ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 。もう食べたい。だってパパ負けたもん。もうじゃあ姫ちゃんパパのターンやってよ。じゃあパパからいいよ。うん、頼む頼む、やってパパの。え、今のパパ楽しい。あパパ、あ、パパのそのまま回してない。回してパパ回さなくても飛ぶの。うん、マジか。飛ぶよ。あパパ、あ今回しよう。私、あえパパ、あ私、あパパ、私パパ、え回してパパの。はい、イエーイ。ちゃんちょっとおかしくないか今の。私の勝ち。絶対おかしいと思います。まだカニ2、4、5、6切れあります。おいしいの。熱い熱いの熱いの。なんか寒くなってきたからさ、パパもなんかカニ食べて温まりたいんだけど。おいしいのおいしいの。くそ、こうなったらふんふんふん。ちょっと行ってくるから。また絶対また私たちのこと騙そうとしてくるよ、ね、何があっても絶対行かないから、うん、いやー無理だ。カニ熱すぎます。くそ、もう一回もう呼ぶしかない、うん、おいおい、ほらまた来たよ。絶対嘘。カニ食べたいの。カニ食べたいの。ダメ。変顔してもダメ。うわぁ絶対これ嘘。ムシムシ。カニ食べたいの。ムシムシ。あら、ちょっと助けて助けて助けて。カッ絶対言っちゃダメだよ。パパの演技に惑わされちゃダメ。私たちはね、もう仲良くね、カニ食べましょう。うん。おいしそう。おいしいね。もうカニこんなにいっぱい食べちゃったよ。おいしい。4本食べたわね。はぁ、めっちゃ食べたね。私これ食べよ、いい？俺これ食べる。そういえばパパ全然戻ってこないね。ね、もうすれちゃったじゃん。確かに、それありそう。もうやだ、ね、絶対行かなくて正解だったよ今。うん、またカニ食べようとしてくるから。ね、
ぶんとこないね、パパ。うん、心配だし、見に行ってみる。うん、もう盗まれるカニないし、うん、もう私たちいっぱい食べたもんね。うん、いいかも。ね、見に行ってみよう。うん、行くか。うん、パパ、あれ、いないね。あ、待って、あれ、いない。え、いや、パパもう見に行ってますね。どこ行っちゃった。マジ、マジ、マジ、パパ、パパ、マジいないね。どっか出かけた。すべて出かけちゃった。あー、カニ買い出し行ったんじゃん。あ、そういうこと。え、それありそう、うん、ね、追加のカニね。で、一人でこっそり食べてやるって感じじゃない。そう。地下から聞こえなかった。私も地下から聞こえた。え、何の声。見に行ってみよう。うん、何、パパ、パパ、え、地下風呂、誰かいる。気をつけて、オウくん。そっちいる。暗くて何も見えない。どうぞ。あれ、あれ、パパ、パパ、パパどうしたの。えぇ、ー、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 逃げろ。貧乏な姫ちゃんと王くんはカニを食べられなかったパパの怨念に襲われてしまいました。今回のパパ子はここにいたわよ。みんなわかったかしら。それでは皆さん、ごきげんよう。グッドボタン。